えとあの録音にですねあの2回ぐらい失敗しまして、えー、それからいろんなごたごたしたことがありまして、えー、アップブログをアップすることができなくなっちゃったんですねであの少し落ち着いて今また再び3回目の録音しておりますちょっと不安なんですが今度は多分大丈夫だろうと思いますえっ、ー、と国内の,あの新型ウイルスの方のです、ね、感染状況国内の方はまあ落ち着いておりまして まあ大体今日の厚生労働省の発表ですと、前日五54人増、累計568、それから最近ではあの回復者数がほとんど書いておりませんで、プラスマイナスゼロ百六人、102人になっています。そんなことはありませんのでですね、ちょっとあのおかしいなと思いますけど、一定ペース、1日に大体50人ぐらいのペースで増加しておりまして、 これはあの増加の程度としてはですね、えー、どん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 増加するっていうのが感染で危ないんですね。あの、10人が20人に移し、20人が40人に移し、40人が80人になるっていう、毎日こう、売買ゲームみたいのは、いわゆる感染拡大なんですけど、50人が50人に移し、また50人が50人に移すというですね、毎日50人ぐらい増えるっていう、これはまあ、等差数列的に増えるとまあいうこともあるんですが、まあそういう場合はですね、 いつか流行は収まってしまいますので安全ということで、まあ現在は安全と安全じゃないギリギリのところあたりを毎日走っております。そこで今日はですね、えっ、ー、と、海外の様子をざっと見てみたいと思います。えー、まああの、感染する人はほとんど人間ですから、まあ人種によって少しは差がありますが、<laughs> そんなに大きく差があるわけではありません。そこで、世界的にはですね、<laughs> 失礼しましまた世界的にはあの、まあ、中国は断トツで大体8万人ぐらい、まあ、それでも大したことないんですね、えー、習近平主席はこれで申請し,したと言っておりますけど、えーとまあ、中国の言うことだからある程度当てにならないんですが、まあ、日本でもインフルエンザ1000万人っていうのはですね冬場の風邪のウイルスってはかなり激しいですからそれから見たら少ないですねそれから1万人規模 これがあの、韓国、イタリア、イランなんですね。なんで韓国、イタリア、イランなんですかって言うと、韓国ちょっと複雑なんですが、イタリア、イラン、イラン、イタリアっていうのは、実はあの中国が進めてる一帯一路政策のところなんですね。だから中国人もある程度多いし、行き来も多いんですね。まあ、こう言っちゃ悪いんですけど、やっぱり中国と付き合うとこういうことになると、<laughs> しょうがないと、まあいうふうに思いますね。 えー、まあ、従ってこの3カ国、韓国、イタリア、イランがですね、1万人規模であります。それから間がずっと空いてですね、えー、まあ、あの、感染が少ない国になります。えー、この中には日本も入っておりますが、えー、感染の少ない国の一番多いのがフランスで、だいたい1000人、ドイツ800人、まあ、スペイン600人、それからあ日本が500人。 アメリカは大きい国なので、感染し出すと大きいかもしれませんが、今のところまだ日本と同じくらい500人規模ということですね。ですから、このフランス、ドイツ、スペイン、日本、アメリカ、スイスあたりはですね、通常のインフルエンザとかそうなったら問題にならないほど少ない数だということが言えます。だから全体的にはですね、日本は、えー、中国に非常に近く、えー、中国人との往来も激しく、 かつ貿易も非常に盛んであるということを考えますと、えー、感染は拡大しているという表現は、いわゆるテレビが用いる煽り、煽り運転みたいなもんですよ。んで、まあ、誤報みたいに近いですね。感染は抑制されていると言うべきだと思います。それから、あの、国民一人当たりっていうのを見ますとね、中国なんかは国民の数が多いんで、8万人つ言っても非常に少ないんですね。 その意味では国民一人当たりという点では一番多いのが韓国で、えー、10万だけど10万人当たり1.5人イタリアが10万人当たり1.2人イランが10万人当たり0.6人ですから、まあ、この国3カ国ですね一帯一路に関係する国が、まあ、中国の煽りを受けてそれでもまあ1万人当たりですね1万人当たりだいたい1人1万分の1ぐらいということですね。 中国は6万人も出ておりますが人口が多いので1万人当たりにすると0.6人その次がスイスフランススペインドイツときてまあ日本はですね9番目1万人当たり0.04人ですからまあまあ今のところ私がいつも言ってるように将来は別にして現在はあまり気にして生活する必要はないと生活の給料とか人生とかそっちの方が大切な時期であるということが言えます。 それから流行がですね、いつ収まるかと言ってるのは難しいんですけども、中国の例を取らなきゃいけないんですが、<laughs> えっと、難しいんです。中国の統計が正しいとしたらですね、1月の11日頃から10日頃から目立ってかあの感染者が出てきまして、そう言っても、えー、2000人を超したのが、1日2000人を超したのが大体1月30日。2月の5日ぐらいがピークで、1日4000日。 それからだらだらだら下がって、まあ、3月に入ると、まあ、大体200人とかそういう規模になってきまして山型になってますから一応あのこのデータが正しければですね中国は終わりになったということですそれからもう一つはこのウイルスの感染のピークの幅はですね大体2ヶ月ということなんで、まあ、日本は大体1月の20日ぐらいから感染が見,見られましたので1か月で2月の20日 2ヶ月で3月20日ですから、まあ、あと2週間ぐらい経ちますと、かなり感染者もですね、1日20人ぐらいの感染者になってくるのではないかあ。本当に、本当,本当にですね、えー、さらに2週間後に、えー、1日100人ぐらいになってこればですね、まあ、中国は1日4000人だったんですね。インフルエンザは1日40万人で注意報。 120万人で警報ですから <laughs>、それから見たらものすごく少ないんですが、まあまあ、この3月の末頃にかけて、1日の感染者が50人とか20人とかいう規模か、それだと抑え込み成功ですね。それからまあ、1000人、1万人という規模になれば、抑え込み失敗でもう一回考え直すと。こんなような感じではないか。 世界の全体の像を見ますとねまあそういうことではないかというふうに思われますもちろんあのいろんな問題があるんですねあの検査を PCR 検査をどのくらいしているかとかですねそれから医療体制がどのくらいかとかそれから一番最初は中国はもちろん治療法がよくわからないでお医者さんが随分死にましたねあれは結局、えー、空気呼吸器のウイルスなもんですから 呼吸器感染のウイルスのものですからこうなんか空気が入ってくると、まあ、どうもあの例えばお医者さんの診断の横にあるテーブルに患者さんが手を置いたとそしたらそのウイルスが患者さんの手から机に移ったとそ,れその机を,こん机を持ってお医者さんがそこにつ触ったというようなことで感染したんじゃないかとも言われておりましてね、まあ、そういう点での、えー、感染に関する注意のポイントというのはだいぶ分かってきました。それからもう一つは ま肺炎を併発しなければ、このウイルスはただ風邪の表情だけということなんで大したことないんですけど、肺炎に行きますと、肺胞がですね、普通は肺炎っていうのは、肺胞の中に細菌なんかが詰まって、呼吸が難しくなるんですけども、どっちかっていうと肺胞の厚みが厚くなるタイプなんですね。だいたい肺胞の周りに血液が流れてるんですが、それで肺胞で酸素をこう、血液の方に移すんですけども、大体79%、 ぐらいで静脈が来て酸素79それが97%で、えー、っと肺胞を離れるっていうのはぐらいなんですね。その肺胞の周りを血液が通ってる間に酸素を吸収していくんですけれどもそれが熱いんで、えー、20空気の中の酸素は20%ですので20%じゃダメなんですね。ですから酸素呼吸をしますとたとえそのコロナウイルスにかかっててもですね肺胞の厚みが厚くなってもですね 酸素の交換を肺胞でできるので、えー、死には至らない、まあ、そういう治療法も分かってきたので、えー、コロナウイルスになってちゃんと病院が収容してくれてそして酸素呼吸さえやってくれればまず死ぬ可能性は減ってくるっていう感じなんですねあの全世界的な情勢を見ても流行の最初はあの死亡率が高いんですよだいーセい23%あるんですね だん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 減ってきまして、まあ、大体1%ぐらいに抑え込めるという、まあ、そんな感じになっておりますので今後もそういう傾向が続くんではないかと思いますただあのいつもこのブログで指摘しておりますけれども厚生労働省も NHK もですね暗い方ばっかあの報道するんですね例えば厚生労働省の毎日の報告はですね感染者数は発表されるんですが治った人の数を言わないということがまず一つですね から、1>, 1日あたりどのくらいかかってるかっていうグラフを出さない、つまり、えー、ひどい状況の方だけが印象をつけられるように発表してます。やっぱり国民にはですね、ひどい状況を教えるんではなくて、事実を教えると、真実を教えるっていうことですね。ですから、まず最初は、累計、累計あの患者数っていうのはあんまり関係ないんですよ、もう今となっては。えー、最初期は関係あるんですけども、現在ではですね、もうその例えば、 極端に言えばこのあの、今度のコロナの場合はそういうことないんですけど、1年前の患者が何人だったなんて関係ないんですよね。だからもうそろそろ1月度の感染者っていうのはあまり関係ないんですよ。もう治ってる人がほとんどなんで、えー、治るかなくなるかですけど、亡くなった人はものすごく少ないので、結局ほとんどが治ってるんですね。ですから、治った人を除かないとですね、 いいいた今日本にどのくらい感染した人がいるかかってことわんんないんですよそれにさらに病院に収容されている数ははっきり分かっているのでそれも引いてもらいたいんですね。そうすると感染者でまだ感染して病気も治ってなくて病気でかつ市内にいると日本国道で中にいるという人の数がだいたいわかればですね相当程度危険性もわかるわけですね。ですから 正しいことを報道してくれるもしくは厚生労働省も発表してくれるというのは非常に大切で何か方法だけをです、ね、こうしろ国民はこうしろお前らバカだからというのはダメでですねやっぱり国私が今いる愛知県ですね愛知県は大体80人感染者数というのはいるんですがそのうち半分ぐらいはもう治っております。 そうすると40人40人のほとんどは病院に収容されておりますから現実に感染者数80つったってですねほとんど意味がないんですよ。それから愛知県の人口は755万人ですからね80人いてもですね80人で1万分の1ですねしかもまあその10分の1ぐらいしか実際にあれなので今数字からだけ言うとですねほとんど感染しないってことになります。10万人に1人に以下っていうことなので 絶対街に出ても感染しないだけど町はレストランもガラガラどこもかしこもガラガラなんですけどもこれは正しい数字が出てないからですね、えー、今のところもより正しい数字にできるだけ厚生労働省及び報道機関がですね、えー、危険をあおるのでもなくそれから安全だというんではなく本当に事実をですね早く一刻も早く正直に出してほしいと私はそういうふうに願っております。 今日の録音がうまくいくことを願って終わります。